すするとラーメンを食べに行こう。なんか最近よくすするに呼び出されて、うん、そこに行ってラーメンをすするに行くみたいな、はい、ありましたが、ついに、うん、群馬まで呼び出されました。群馬群馬に来いということで、いよいよやばいね。いよいよですよ、本当に。福岡来いとか言い出すでしないには急に呼び出されましたんで。群馬ですか。うん、群馬に向かっております今日は。うわ、82キロ直進、82キロ直進中です今。ミッドナイト TV。 それでも行っちゃうっていうね。行っちゃうんだよ、呼ばれたら。呼ばれたら行っちゃうのよ。うん、パワハラ会社なので、すするのワンマンパワハラ会社なので。どこまで行ける、すするが呼び出してきたら。うん、まあマジで北海道行くな。パリ、パリまで行くね。そうだ、ごめん、北海道なんてレベルじゃなかったわ。パリまで行く。ごめんそうだわ。いやということで、まあ、だから群馬なんて楽勝だぞってことで。そうです、行っちゃいますんで。はい、で今日はなんかラーメンだけじゃなく、お、なんか素敵なねあれもありますんで。あれ、ラーメン以外のも、ラーメン以外のもちょっと聞いてますんで。あ、なるほどね。群馬来るからにはラーメン以外も用意してますよ。あ、素晴らしい、本当にナイスホスピタリティ。まあ、詳しくはね、ちょっと群馬に着いてからよしお話しできればと思いますんで。はい、82キロ直進していきます。よっしゃ。さあ、群馬にやってきました。はい、群馬といえばの黒い壁。はい、じゃあ群馬らしいですね。はい、ということで群馬、はい、呼び出した男はこいつだ。どうも、すするだ。お、呼び出されました今日は群馬まで。はい、よく来てくださいました。よくまず来てくれたことに感謝です。はい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ついに群馬ですか。なんで群馬県に呼び出したかといえば、はい、トッピング。うわ、出た。みんなわかる、これだよ。わかるか、これ。俺のトリックどんぐらいいいんだよ。分かった、君はすごい。マジかよ。分かりますかね。ついにだな。トッピングでおなじみの、はい、自家製太麺、大蛇さん。おお、群馬の二郎系。はい、まあ食べたことある人は分かると思うんですけど、ああ、もうバキバキです、麺が。バキバキなんだ。もうなんかネット上で噂によると、ああ、もう茹で時間1分以内とからしい。マジ？太麺なのに。そう、普通なんか二郎系とかの太麺の麺って大体まあ5分から7分ぐらい茹でるんですけど、はい、かなりの短さです、ね。そうだよね。そう、太麺で1分はやばいね。やばいですね。ああ、博多の1分とはわけが違う、ね、全然違うから。ああ、話が。このバキバキ麺の中毒者がかなりいるっていう。なるほど。まあ僕もすごい印象に残ってて、また食べに行きたいなと思ってたんで、はい、うん、今回ちょっと呼び出してね。で早速、はい、この近くですか。もうもう全然近いんで。お、日本一バカ豚、日本一バカ豚が見えてる。3匹いますからね、動物が。馬しか豚がね、うん、イノシカ町ですか、ほとんど。来た来た。おお、すごいとこに立ってんな。確かに駐車場が狭いんでお気をつけください、本当に。本当に、うん、5年ぶりぐらいする、あ、ぐらいかも、下手したら。いや、楽しみだな。いや、超楽しみですね。よっしゃ、やりましたね、これは。うん、ごっそーん。ごっそれ。ごっそうじゃ。いやー、甘かった。うん。疲れた、そして。あー、なんか疲れたね、確かに。そうね。体力使ったな、うん。すごいね、体力使うラーメンだったな。うん。まあ、なんといっても特徴はやっぱあの麺でしょ。麺だね。麺がすごかったね。やばかったね。麺すごくて。まあ、僕と矢崎さんたまたま隣の席になって、うん、二人とも同時にね、測り出したんだよね。そう。麺来るぞ、麺来るぞって見ながら、そう。麺を入れた瞬間にストップウォッチバンって押して、はい、もうすぐ本当に、え、本当にって思ったの。これ本当にあげたんだよねって思ってからちゃんと押して、それで35秒でした、僕は。35秒ってなった。ありえない。35秒。ありえないよね、本当。まあ、細麺の多分普通の硬さぐらいで茹で時間だ、ね。でも僕とノビーさんがラーメンで、はい、そしたら結局汁なしで。汁なしにしました。で、実際食べてみたら。なんか、すごい。ボキボキとかでもなくない、なんかあれ。いや、そうなんだよ。ボキじゃないんだよな。なんだろうな、うん、和紙でもないし、そう、まあ、もそでもないし、なんていうか、もきゅって感じじゃない、なんか下手したらホクホクですらあるんだよな。そう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 。下手したらそうやね、あんまり。ボクボクだな、ボキボキよりはボクボク。ボクボク麺か、うん、柔らかさもあるのよ。そうそうそう、そうなんだよね、うん、不思議なんだよな、本当に。うんと、オンリーワン。本当にそれはね、あの麺は食べたことないな。うん。うん。豚だね、あとね。豚がもう。豚柔らかかったね。バカ。マジでバカ。バカ豚、うん、日本一バカ豚。バカ豚です、あれ。バカ豚。あれが日本一バカ豚か。日本一バカ豚、あれ。ふわふわでしたよ。うん。歯がいらないぐらいの。そうだね。うん、バカだし、でけえし。いや、もう、アホの典型やんか、でかくてバカ。でかくてバカでした、ほんとに。ゲンタでした。うな重やな。あであれだよ、トッピング。
ああ、トッピング聞けた。思ったよりトッピングじゃなかった。そう、嘘でしょ。いや、めちゃくちゃトッピング。思ったよりトッピングで。思ってるトッピング。最初笑っちゃったのよ。ちゃんとなんか一人一人のとこにこう回っていってたから。そうそうそう。順番で分かりやすい。めっちゃ笑いそうになっちゃったの。ほんと危なかった。めちゃくちゃきっちりしたオールバックなのに。そうね、ピシッとしてた店主さん。かっこよかったですね。そしたらかっこいい店主さんが。トッピングってすごい優しい声で言ってくれるから。いや、すげえよかった。あれ、生で聞けたの。俺感動したもんだから。最初聞いた時に。嬉しかったな、マジで。あ、これだってなった。あの曲やみたいな。そう。もはや。しかも目の前に来てくれるからさ。いや、そうよ。あのイントロ流れてきたみたいな。暑かったな。全体的に暑かったわ。そのなんか知れた。事前情報が結構豊かでしたからね、今回特に。すげえよかった。いいお店ですね、やっぱ大社さん。いやちょっとまた行きたいな、ぜひ。面白いラーメン屋ですね。めちゃくちゃいいと思います。大蛇を食べ終わりまして、はい、今日群馬に来たのはもう一つ目的があったんですよね、うん、そうなんです。ホルモン食べませんか。ホルモン何なんその急にニンニク入れますからホルモン屋さんバージョンホルモン食べませんかということで、ホルモン島田さん、おお出た、はい、もう YouTube チャンネルもありますよ。そうだね、はい、焼肉界のラーメンロタス。なるほど、分かりやすい。タレ作る動画がめちゃくちゃバズったりとかね、はいはいはい、してるチャンネルの、はい、まあ、お店が群馬にあるということで、お、せっかくなので行きましょうよっていう。おお、ね、せっかくだね本当に。二郎の後に焼肉、二郎からの焼肉ですね。しかも実は朝すするは、いや、そうし、僕ちょっととある企画で、島田さん朝一で行ってきてまして。そうだよね、はい、まあ、せっかくならちょっと焼肉もね、そうだね、食べさせていただきたいなということで。本当にそうということで、はい、大蛇を食べた後に、うん、今ちょっとサウナに行きまして、ああ、がっつり抜いて。そうですね、ああ抜けました。僕は完全にもやしが抜けました。もやしだけいやもうほとんど水分やからね。完全に大蛇のもやしは僕抜けました。全然俺今焼肉ちょうどいいの。あ、ほんと？正直、うん、あ、いいね。サウナ行ってこのまま酒飲んで焼肉最高だよ。すごいな。酒飲んで、うん、タバコ吸って、うん、パチンコ打って、おい、おい、風俗行って、おい、車乗って帰りましょう。絶対ダメよ。最後で濁してんのよ。全然花見でもして。そうだね、一旦ちょっと公園で、あ、いい公園。あ、じゃあここでちょっと一回お腹を空かせようの回やろうか。お、出た。あー、すごい広い。いいな、久しぶりに公園みたいなとこ来たぜ。広場やけどな、もうほぼ。でもこれ野球だもん。あ、ほんとベースあるわ。マウンド、マウンドじゃん。うん、マウンドちゃんとある。じゃあ一番腹減る動きしたやつが勝ち。よし。お、すごいソフトボールの。それ何？三塁すぐカバーしに行った。じゃあ線をちゃんと飛び越えて走ってる。今のだいぶカロリー高いです。超低カロリー。125カロリーです。あ、さあ果たしてそれを超えられるのか。あれ？フラワーや。愛の花咲かそうよ。苦しいものばかりじゃないから。顔だけやんか。全然大した動きしてないで別に。当てて。うわ、下手くそやな、踊り。ほんで。65カロリーです。65か。あんだって大した動き、顔だけやったやんな。いや、顔のカロリー大事だから。まあね、カオリーね。カオリー。でやんよ。お、この俺がよ。お、ん、お、お、なんだ、シンプル走り。シンプル 100m 走じゃん。うお。シンプルタッチ返りじゃん。シャトルランよもう。ねえ、これ地獄だよもう。本当に死んじゃう。30キロカロリーです。すごい。顔顔。すごい。顔顔。おい。顔。もっとあんだろ。めちゃくちゃ気持ちいいよでも。本当。全力疾走って。走るの気持ちいい。まあやらんけどなみたいな。まあやらんけどな。島田行こうぜ。わあ、お腹空いた、お腹空いた。さあというわけで、はい、ホルモン島田さん店内入ってまいりました。来ました。いやー、念願の、うん、念願のホルモン島田だよおい。いや、そうですね。ああ、どうやってこれだというか。これですよこれ。おお、やっぱタレはね、タレなんですよね。タレ惜しいのはありつつ、なんかセルフオーダーらしいんで。面白いシステムですね。ああ、すごいありがたいね。こういう感じでね。黒ウーロン茶、黒ウーロン茶、とりあえずなんかこのタン生っていうのは、そうそうそう、タン生、俺が、まあ、もちろん加熱はしてあるけどってやつでしょ。ああ、いいですね。レアユッケ、うわ、このいいんじゃない、これ生系ちょっと
生系まずね。生派ですからね、私。なんて急になんか元気になってきたな。今走ってからすっごい調子に。すごいね。運動って大事なの。ありがとうね、こうちゃん。出た。お邪魔します。はい、すいません。ということで、はい、ホルモン島田のホルモン島田、ホルモン島田、ホルモン島田さん。名前じゃない。うちゃ島田です。よろしくお願いします。お願いします。さて、今日はありがとうございます。すいません。わざわざ遠くからありがとうございます。はい、いえいえ、楽しみにしてたんで、はい、いただきます。ぜひ、ちょいいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。うん。いやー。あいやうまい、ぜひ今日ゆっくりしててください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちなみにおすすめなんかありますか？タンダマとレアユッケは、はい、頼もうかなと思ったんですけど、はい、焼きだとなんか焼きだと盛り合わせで、はい、あの、まあ、初めての方とかとか、はいはい、いろいろなものを少量ずつ食べられるんで、ホルモンの盛り合わせで、はい、まあ、7種類で3切れずつ、はい、そうするとお気に入りの部位がこう見つかるかなっていう。なるほど、まず盛り合わせ行ってみて、はい、そうですね。なるほど、プラスアルファなんかもともと食べたいものとか、うん、あとはもしまたお腹が平気だったらお肉ではないですけど、ガーリックライスとかやつ、ね、なんかガーリックライス、はい、動画にもなってますもんね。うんうん、もしまたなんか分からなければいつも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどいいんじゃないですか。はい、確定しました。よし、じゃ あ待ちましょう。肉が来るまで。なんで盗聴になった。待ちましょう。肉が来るまで。めちゃくちゃかっこいいな。かっこいいわ。かっこいいな、めちゃくちゃ。おい、すんなよ、統治法。めんどくさいだけやねん。てか、俺そうやからな。最近、自分でも気づいたけど。気づいたでしょ。あの、テロップ起こすと、マジでノビーさんって統治法なのよ。喋り方が、喋り方が、うん。だから、すごいな、テロップにするとだから違和感あんの。だから今のと、違和感あんの、テロップにすると。あれちょっと気持ち悪いんだよ。そう、気持ち悪い。先に要点だけ突っ込みたくなるから。なるほどね。突っ込みたくなるんだよ。先に言おうてんだけ。もう分かんねえよ。もう正しい言い方が分かんなくなってきちゃった。分かんないよね、正しい言い方。うまいうまいよな、統治法が。あ、そうそうだね。だね、統治法。そこもそこも区切りすぎだろ、統治法。こんだけ区切ってんだよ。さあ、まずは生もの系から。おあうん。タンダマレアユッケということで、卵黄割り対決してちょっとこれとこれ。そうだね。まずはもうお手本の行きましょう、うん、見てくださいね。ん、ああ優しすぎるよ、ちょっと今のはちょっと。じゃあ優しすぎる、これは。ったね。おぉ、もうああ、でもいいいい、まあまあまあ、ああ、いいいい、それ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 よ。あれあれあれあ、おいしそう、これそう、これめっちゃうまそう、これめっちゃうまそう、これめっちゃうまそう、いいですね。さあ、タンナマも行きましょうか。先にちょっと分けちゃう。はい、どう言ってください。じゃあタンナマから行こう。タンナマからちょっと爽やかそう、うん、見ます。うまっ、うん、全く一緒のタイミングで、うまいわ、うん、うわうわ、いいなこれ、好き、めっちゃ好き、好き、うろうまい。うまこれ、やばい、ユッケユッケ、うまっ、うん、柔らかい、マジ肉、うん、肉うまい、おいしい。いややっちゃってるよ、まさかの。いいね、こちらがホルモンの盛り合わせです。おお、すごい、ありがたいでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。テロップいらず。ほんまやな、これで、ね、これでだからお気に入りがあったら頼みやすいみたいな。そういうことです。これ何ですかって言われる。これはいいですね。そして、はい、うわー、厚切り、ジローに乗ってるやつ、本当だ、その辺の乗ってるやつより分厚いで、ジローめっちゃ分厚いよこれ。確かにジローだな、これ生半可のやつよりは、うん、半端ない分厚さすごいな。まあ、単焦からこれはやってみよう、塩系から始めよう。シャッあっはっはっはっ、出た、ノビさん全くやんないから2個待ったっす。炭火とか刺身火だろうな、テンション上がんないもん。おぉ、炭火焼き、確かにね、いいですね、確かに。行こう、行きましょう、うん、すごいパンがもうめちゃくちゃ分厚いからね、すごいよなこれ、みんなボックスからね。うわうん、うん、うわうまっ、すごいな、うん、一層厚いじゃん。うわ、それじゃあ軟骨とタケノコの差を見てみようか。いったれ、ジグロズイ、なんか塩とかしてこう、うん、うん、え、なんこれ、これやなんこちやからまあ、間違えてタレにつけてるけど、塩でも多分うまいと思うけど、うん、タレめちゃくちゃうまかった今。あ、タレがうまいこれに、びっくりした今。うまっ、うまっ、タレうまっ、タレうまいよな、うん、
あ、な、揚げの具うまいな。さあ、続いてはガツシンと豚ハラミを今焼いてます。来ました。あ、近くに続けてどうぞ。ガツシンってどこ。ガツのシン。胃袋の中の胃袋。おお、胃袋の芯ってことは空洞になっちゃうから。確かに何もない部分が虚無から生まれた肉ですから。取りしちゃう。ガツシンの方がいいか。ガツシンいっちゃうよ。そうガツシン入っちゃっていい。おー、うん、おい、うん、おい、うん、おい、やばい。うん、夜中はこれらすしか早いから。うん、この中じゃん、これ。なだからそろそろいけそうではない。すごい詰まってるな。じゃあ俺ガーリックライスと一緒に行くね。あ、出た。せっかくガーリックライスも届いたので。確かに肉と一緒に行くのがいいって言ってましたからね。うん、あ、ええー、おぉガーリックライスやば。うん、まっ、うん、まっ、うん、またニンニクやな。めちゃくちゃうまいこれ。うん、これハラミと食いたいです。うん、牛のね、うん、先一回牛ハラミ挟んだじゃん。一回挟んでいこう。うまそうだぜ。おい、牛ハラミはよーした。脱毛の施術した後ってさ、うん、一瞬めっちゃ警告なる。ああ、なる。急に逆のことするからな。髪の毛を生やそうと頑張ってる。確かにな。多分全員男性ホルモンに逆らってるってことでしょ。確かに、結局ね。でもこのホルモンには逆らえませんよ。全然うまくない。何もうまくない。めちゃくちゃうまくない。しかも甘噛みしたし。本当にうまくないし噛むし。最悪やな。語尾噛むねんな。火の巣に指摘されたけど。何語尾噛みがちって終わってから。おい、何してるマジで。おい、壁噛む。語尾壁噛みみたいな。できたぞ。美味しそう、ね、うわうまいんだ。最高。うまっ。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。ここに乗せるね、これ。うん、うわ。2倍的に2個乗せちゃっていい。2倍のせいだから、俺が2個取るのは2倍のせいだから。俺が食いたいとかじゃなくて、2倍のために2個取ります。めっちゃ口実作ってるよ。この、ほら、みんなにこれを届けたくて。ほら、これみんなうまそうでしょ。ほら、わかる。うまそうだろう。うまそうだな。な、じゃれとじゃれと。うまっ。腹水出ちゃった。うますぎて鼻水出るシリーズじゃん。そんなシリーズあった。うん、うまいわ、この腹水。タレもうまいもん。めっちゃ飲み物なくなるんだけど。ね、いや、これは普通に大ちゃんのせいだと思う。あ、そう。壊れちゃって、そんなのが壊れちゃって。柱ってこんな感じなんだね。もうちょっと硬いイメージあるよ、俺。確かに。もう。焼いたらなんじゃないか。最近。奥さんを可愛いなと思った瞬間、どうぞ。サンマ御殿すなよ。俺これ好きなんだよ。人の俺この話聞くの好きやろ。あれだよ、最近なんかめっちゃダイエットしてるんですよ。あ、そうなんだ。そう、奥さんがダイエットするって、なんかあの YouTube の動画とか見てやってるんですよ。それなんか、いや、足めっちゃ細くなったねとか言ってすごい喜ぶんですよ。おお、可愛いね。いいねー。いいよ、さすがいいよ。これいいのかよ。めちゃくちゃいい話。これいいんかよ。めちゃくちゃいい話だわ。俺は、まあ俺の方が遅くなってきてて、うん、まあ、奥さんが大体先に寝てたけど、うん、寝室にね、ガチャっていた時に、うん、まだこう携帯見てゴソゴソしてるの時があって、覗き見したら大体ピクシブで二次創作の進撃の巨人のなんかエロいの見て、可愛いなって。何良くないなぁ。どこで刺さってんの。マジで。ちょっと共感しづらいからね。めっちゃむずいんだよ。これ共感したいやつだから。しかもなんかその同人は見るけどエロは見ないからって言っといて、そのなんかむっつりな感じってこと。そうあーエロいの見ないとか言っときながら隠れて見てるやん。そう、しかも布団でなんか布団で隠れて見てるやん。ゴソゴソ。あー、それはいいね。なるほどね。うん、それはいいけど今求めてる良さじゃなかったの。えめちゃくちゃいいんだよ。めちゃくちゃいいけどちょっとあのエロい、ちょっとエロくなってムラムラしちゃう良さだから、それは可愛い頃ムラだからな。確かにな。あ、そしてそんなこと言ってる間に良さげですよ。頭とムラ、豚タンムラじゃない。ムラってありそうやもん。ホルモンで確かにありそう。めちゃくちゃありそう。ありそうだな、気象思いで。うん、なるほど。うわ、めっちゃいい。焼き肉ってめっちゃ食えんじゃん。うん、全然食える、ほんとに。こういう時こそだ。うん、ちょうどいいもんね、今。めちゃくちゃいい。さあ、というわけで、はい、追加注文。のど頭。あ、のど頭。レバーだよ。すするが苦手なレバーです。鬼門ですよ。毎回食うからだよ。一応食ってみるんだ。チャレンジはするから。偉いね。では、ちょっと行ってみてください。お？お？お？え、これ食えるわ。マジで。もう全然ないっしょ、その嫌なところが、うん、嫌なところないわ、これ。え、すごい。探してたの、嫌なところ。
うん、なんかそうなっちゃってたんだけど、あんまり嫌なところがない。レバー語の喉越しがうまいんじゃないの？おいおい、みんな悪くなの。言葉攻めするとうまくなるっていうからね、焼肉は。焼けてんじゃねえか、これ。おいおい、いいのか？おい、恥ずかしい格好してるよ、おい。お前、喉頭っていうのか。恥ずかしい名前だな、お前。だって2連続かよ、この野郎。お前、この野郎、お前。うまそうじゃねえかよ、お前。うまそうになっちゃってよ。上がっちゃう。誰がわかんねえんだけど通じるマジ誰に通じるかわからんけど今名前違うし菅本も菅本も菅本さんねマジで俺たちしか見てないだろ絶対そういうチャンネルだから1回本当に視聴回数4とかで池田とすするしか見たなってなったら誰が見てんのみたいなもういいんじゃないのもういいと思うんだよわかんないんだよ俺うんいいじゃん噛んだうんあ、ほどよほどようまいなんかうん俺これ一番好きかもうんうまいうまいちょうどいいわいいわ。では、うん、油が上品だね。最近あったエロいことある？ユッケと井口さんとのあれ以外で。それエロいことじゃないから。それをエロいことにしたらもうまずいのよ。もう日常化してると思う。違う。してないしてない。マジでエロくないからもう本当に。あ、やったかなエロいこと。エロくなくなるよな。うん。どんどんなくなってってる。時代のせい。時代のせいかもね。なんか普通に街中でもさ、高校生の時よくなんかあったもんね。ああ、エロいことね。確かに確かに、うん、エロい子がもう街中にいなくなったもん。確かにそう、それだよ。すするとまだ結婚したり子供できても DM とかは届くの？もうなくなったわ、それも。ああ、さすがにそうか、うん、まあ常識あるリスナーさんが多いのかな。そうですね、多分そういうのない。そういうのあったみたいにすんな、これ。そういうのあったみたいにしてるね。いや、あるわ、それで。DM 自体はあったし。来るのは別に、だってそれは、ね、それは別に、うん、それはもうすするのせいだそれは何を焦ってるの勝手に勝手にどうしたおいおいやめてよ焦ってたわけじゃないんですよやめてくれよ最初から既婚者やからまあせやろな一回も来たことないでもそういえば俺がさそのツイッターでさあ借今俺が貸してる借金の動画が422万で粗品さんに貸したいですみたいなそういうツイートしたら、うん、2件お金貸してくださいっていう DM がそういうことちゃうでっていうあれだ誰にでも貸すわけじゃないよさすがに誰にでも貸すわけじゃないよっていうファンのレースじゃないんだ絆だから俺にとってそのそ金があると同じこと言ってんだよねお金とか山添とかそこらへんケイさんとかもね借りる側のあれだったけど俺は貸す側としても絆だと思ってるからなるほどね借金って絆だからパンツだけ送ってほしいなパンツでいいのマジでパンツでいいから送ってほしいなんか性欲が若いよな本当にパンチラとか見れたらテンション上がりそうだよそれも全然ミンクないパンチラ見ない、まあまああったよねパンチラってあったミニスカートがいなくなったんじゃないミニスカートは勝負を仕掛けてくることがなくなったんじゃないいやいやニードなメス出さないポケモン大好きクラブのお姉さんしかいなくなったよいやいやエロいまあ今はでも男はミニスカート履いてもいい時代ですかあそういうこっちから仕掛けていかないとむしろパンツ見せるかじゃあ、うん、こっちから見せていかないと向こうに求めてばっかりじゃダメよなるほどね、うん、おな泣いちゃったあっできるかできるってできるかな俺できる俺できるかな焼肉ってすごいなね大満足うん何か二郎系の後も楽しめる意外となんかさらっとうんうまかったな普通にうまかったうまかったそれが一番ってよかったホントいやさすがホンダグループ違うのよ低音調に出してるけど私シマアターだしひらがなシマにあ、違うんだうんてっきりスルグマ連れてきたからねえ違うのホンダグループだホンダ出身じゃないんですよ出身じゃないんですよいや、うまかったですはいありがとうございました、本当にシマさんありがとうございましたありがとうございますシマさんのチャンネルとかはいそのシマさんとの動画とかで、こちらもご覧くださいぜひぜひよろしくお願いします大丈夫か、これもう本当にいろんな話どこで使おうか。めっちゃ話したのね。使える話使えない話。うん。セセルが女とめちゃくちゃ断交したって話。おい、そこだけ使おう。そこだけ使おうか。使ってくれるの。なんで嬉しそうに使ってくれるんだ。なんで嬉しそう。俺も編集側とね僕らね勝負です。勝負です。誰も。え、やってないよ。それも怖いわ。笑顔が怖いんだよ。しかも嫁に向かって言ってる。完全に。今日も家で待っててくれてありがとうね怖いね、サイコパスなのよ、なんか監禁してんのかって感じそうそう家で待っててくれてって言ってるけど帰るからね怖い怖い怖い帰んなくていいのよ